彼氏が押し、これ最後か。彼氏が押してたらなんとなく複雑なハロメをいますか。ちなみに私は稲葉真奈香ちゃん一択です。私も一択。ああ、だよね。ちょろいなって感じが、かっこ悪い。あ、そういう理由？そういう理由か。私は、真奈香ちゃんは罪が、なんていうの、無意識の、そうよ。男落としじゃん。男落とし？なんて、私ね、違うの。男落としとか人間落とし。言わんとしてることはわかるけど。人間落としっていうの。なんていうの？一応現役ですんで、もうちょっとさ、言葉をさ。動く、フェロモンっていうかさ、なんか、なんか私、いや、わかるよ、わかるよ。私、一回、バースデーイベントで、あの、ハロメに、みんなにダンスを教えてもらうっていう動画を撮った時に、あの、真奈香ちゃんが、ジュースジュースの曲の担当で来てくれたんですよ。はい。でもなんか、これぐらいなの、身長も。そうだね、ちっちゃい。それでね、あの、何かとは言わないけど、抱き心地最高なの。それでなんか、ちっちゃくて、いい匂いして、髪ツルツルで、で、なんか、で、来られたら、もうなんか、私女だけどめちゃくちゃ射抜かれたから、はあはあ、あれはでも真奈香ちゃんの性格的にその彼のことを狙うかどうかとか一切置いといて、はい、あんまり詳しくないし分かんないし多分しないと思うから、はあ、いいんだけど勝手に負けた気になりそうだからやだ。ああ、じゃあ稲葉って一緒だ。いや、すごくない？でもそうやって思われる女子って、ね、めっちゃすごくない？うん、ぜひあの某あざとい番組に出てほしい。私がもしディレクターだったらハロプロから出すの150杯稲葉真奈香で、550すぐ出す。すぐ出す。すぐ出したら勝つもんだって。勝つ。本当だよ。あれは出した方がいいと思うんだよね。なるほど。そうだよ。あ、まあそういうこともある。